ハレモボーイです。本日はですね、元彼の遺言状4話の直後の考察動画といいますか感想動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ボーイの考察チャンネル。今回はですね、まあそもそも3択だったということで、犯人は非常に予想しやすかったかなと思います。そして何よりですね、ラストの衝撃告白のところですね、ここは後ほど考察していきたいと思います。またですね、一応原作があるものなのでかなり多分にオリジナルストーリー入ってるとは思いますけれども、ネタバレなしでご協力をお願いします。時系列に沿いながら振り返り考察やっていきたいと思います。それでは中身入っていきましょう。異例の記者会見ということで、まあまず今回の主人公といいますか、メインのキャラクター畑野蓮がですね、最新作甘い殺人という小説を発表する会見から始まります。会見中に人を殺しましたと発言するんですね。そして現場に、急行をするとですね、本当に遺体が発見されたということで、ただですね、人を殺しましたという畑野蓮さんではなくて、その遺体の奥さんが出頭するというところでスタートしていきます。白川出版というところからこの甘い殺人が出る予定なんですけれども、そちらの顧問弁護士になろうじゃないかということで剣持が名乗りを上げます。でお決まりの筒井弁護士とバッティングしてしまうわけですね。最後、まあアピール合戦みたいになるんですけれども、まあ本当は剣持全然見てないんですけど、作品への愛というのをアピールポイントで、得意の話術で一歩先に躍り出るということになります。そして今回の殺人というのが原稿通りの犯行なんですね。で妻清宮加奈子が小説の通りに殺害をしてしまったということになります。その小説の殺し方の内容というのがですね、まあモナカですね、あの美味しいモナカに睡眠薬を混ぜて眠らせて背後から首を絞めると、そして自殺に見せかけるということになります。まあ、そういった内容で殺してしまったということで、加奈子、清宮加奈子から畑野先生に人を殺したとの電話が入ります。まあ、畑野が殺人教唆に当たるかどうかというところが、まあ、世間の一つのテーマになってくるわけですけれども、畑野には人をそそのかす、殺人をそそのかすような意思はないので、殺人教唆には当たらないだろうというふうに剣持は言います。加奈子と娘ということなんですけれども、当初ですね、清宮加奈子はですね、小説を読んでないと供述するんですね。そして殺人の詳細について剣持が突っ込むとですね、供述できないんですね。これは実際にはやってないんじゃないかっていう、まあ、可能性がまあ高そうなわけですね。娘をかばってるんじゃないかという疑惑が一つ浮上します。娘のぞみちゃんですね、に篠田が会いに行くんですけれども、その途中で近隣が工事中の描写があります。あの電柱の地中化の工事ですね、今都内だとかなり進んでると思いますけれども、電柱の地中化の工事と、あとは線路が近いという描写が描かれます。これ絶対後々関係するだろうなと皆さん思ったと思うんですけれども、まあこれ後で出てきますっていう感じですね。そしてそののぞみは小説を読んでるのか読んでないのかというところがポイントになってくるわけですよね。ちょっと細かいところですけれども、森川製薬がニュース番組、ワイドショー番組ですかね、森川製薬がワイドショー番組のバックについて、世論操作、殺人教唆には当たりませんよというような論調に持っていってました。また篠田が清宮家のあたりに聞き込みをしてですね、のぞみが包丁を持ち出したこともあったよと、それぐらい、清宮家の殺されちゃった旦那さんは DV がそれぐらいひどかったよというところも分かってきます。犯人は小説を読んでいる人物じゃないかという話なんですよね。そして他に小説を読んでる可能性が人物はあるのかと、まあ、清宮加奈子は読んでないかもしれません。で娘さんも読んでるか読んでないか分かんない、他に小説を読んでる可能性がある人物はということ、まあ、このあたりから皆さん犯人に察しがついてくるところかなと思いますけれども、加奈子がですね、途中で小説を読んだと供述を変更します。ただ犯行について具体的なことは何も答えられない加奈子ということで、まあ、加奈子は犯人じゃないんですよね。ただ一貫して犯人だと、で小説を読んでた方がいろいろ都合がいいということで、途中から小説を読んだというふうに供述を変えるんですけれども、まあ、明らかに娘をかばっているというところですね。そんな中でのぞみ、娘がですね、自分がやったと主張し始めるんですね。今度は娘が母親をかばい始めるわけですね。自分がやったと、でその時に、剣持のところに行って自分がやったと主張して、明日出頭しますというような話になってですね、担当の刑事が久留美沢刑事だったらいいなと発言を残します。甘い殺人というのは久留美沢刑事シリーズなわけですけれども、そこの登場人物を引用してですね、担当の刑事が久留美沢刑事だったらいいなと
というふうに発言しますが、まあ、ここが、まあ、一番のポイントになってくるというところですね。そして確認をするためにですね、剣持と篠田は畑野先生の仕事場へ行きます。質問をしたところ、かな子の旦那を殺したのはやはり娘の望みだというふうに畑野は発言します。で、電話がかかってきたので、望みのことは2人だけの秘密というふうにしたというふうに言います。畑野は清宮家には行ったことがないと言います。ただ行ったことがないと言うんですけれども、剣持に誘導尋問される中で、ついに電車や工事の音がうるさいと畑野さん言ってしまうんですね。清宮家に行ったことはないと言ってたのに、実際には清宮家に行ってたということがわかります。そしてのぞみは小説を読んでいなかったということも突きつけます。くるみ沢刑事というのは、刑事、警察官の刑事のことではなくて、お名前ですね、下の名前がくるみ沢刑事だということなんですけれども、これがシリーズのキャラクターなんですが、のぞみはそこまでは分かっていなかった、実際の小説の中身は読んでいなかったということですね。そうするとかな子は小説を読んでいない、のぞみも小説を読んでいない、そうすると犯人は必然的に畑野先生一択ということになるわけです。畑野の狙いとしては、かな子かのぞみが殺人をやると思ったけれども動かなかったということなんですね。で、一番の目的は小説を売ること、まあ、再起を図ることということですね。で、剣持がかなり早い段階でこれに気づいていたんですけれども、真っ赤なマニキュアを塗っていたと、畑野が。で、真っ赤なマニキュアを塗ってたのは爪が変色しているのを隠すため、首を絞めるときに強い圧力がかかって、きっと内出血とかしてたんでしょうね。で、爪の変色を隠すためだったということですね。顧問契約についてはもう結べますというところまで行くんですけれども、担当の人が畑野先生をバカにしたことによって篠田が怒っちゃって破談になります。そしてこれをきっかけに篠田と剣持が喧嘩をして終わるというところで、物語は4話終了するんですけれども、ここで篠田が英治の大学、まあ、そもそも大学に行ってないという重大な事実が発覚します。で、後から思い返せばですね、ちょっと前のシーンでもおかしなシーンがあったんですよ。剣持があんた一体何者なのよと篠田に言った時に、その篠田がちょっとグーの音も出ないというか、非常にうってなってるシーンがありました。これも実はここに関連してくると思うんですね。で、もともと篠田は英治の大学のサークルの先輩だっていう話だったんですけど、まあ、そもそも大学に入ってないということが分かりました。ミステリーサークルにも多分入ってなかったんだと思いますね。まあ、ただ篠田と英治がもともと知り合いであって、篠田が英治に雇ってもらったというところは間違いないんですけれども、大学には入ってないしサークルにも入ってないということが分かりました。まあ、いわゆる潜りみたいなもんだったんだと思いますね。まあ、実際に大学を受験して入学していたわけじゃないんだけれども、例えば食堂に出入りしていたりとか、あとは講義をこっそり見に行っていたりとか、まあ、そういうのを潜りって言ったりすると思うんですけれども、篠田はまあ潜りだったんじゃないかなと思いますね。で、過去に剣持に会ってるっていうのは多分嘘じゃないと思うんですよ。なのでサークルの飲み会とかに混ざって行っていて、一度剣持と会ってるっていうことは、まあ、嘘じゃないかなと思います。ただサークルにもまあ入ってないかもしれませんね。たまになんかそれしれっと顔出してたとか、そういうのはあるかもしれないですけど、正式なメンバーとしては入ってないんじゃないかなと思います。あとですね、次回予告で篠田は警察を避けているという発言があるんですけれども、何か篠田が悪いことしてるということではないと思いますね。まあ、なんか警察を避ける事情があるのかもしれないですけど、例えば過去に何か罪を犯していてとか、そういうことでは全然ないと思います。単純に潜りだったっていうことでいいんじゃないかなと思いますね。次回このあたり多少鮮明になってきそうなんで、注目して見ていきたいなと思います。はい、それでは今日の動画は以上にさせていただきたいと思います。またマイファミリーですとかインビジブルの動画もどんどん出していきますので、ぜひまだの方はチャンネル登録していただければと思います。そしてコメント高評価もぜひお待ちしております。以上になります。ボーイでした。バイバイ。